トレス・サポーテス碑シーオルメカ文化が栄えた領域トレス・サポーテス移行配置図トレス・サポーテスはメキシコ湾岸南部メキシコが州国ベラクルス州に位置するオルメカ文明終末期の遺跡メキシコシティから南東 390km ラベンダの北西約 160km に位置しパパロアパン川とサンファン川が形成した沼がちな盆地の低い丘の上に立地する 流れの包みに沿って3キロメートルにわたって約50の土のマウンドが並ぶ。長期歴が使用され始めた初期の7.16、6.16、18の日付を示す石碑シーで有名な遺跡である。1939年、1940年にアメリカ人民俗学、考古学者のマジュース・ターリングラが発掘調査を行っている。遺跡はセンターとして 紀元前800年頃から紀元前後にかけて繁栄したと考えられているが、出土した土器変及び土偶について、形式学的、相違学的な変年研究が行われた結果、単色の土器を主とした仮想、多彩式土器が出土し始める中層、メキシコ中央高原のテオティワカンの影響を受けた土器や土偶の出土する上層、 さらにあと古典紀前期のソンカウトラコンプレックスの 4? 時期に区分されることになった。TZ1 期の土器や土偶から、ラベンタと同時代からの古い住居があったことが判明している。巨石人頭像も2期確認されている。ありがとうございます。